若林駅は東京都世田谷区若林4丁目にある東急電鉄世田谷線の駅である。駅番号は SG03。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。平日朝ラッシュ時には上りホームに係員が配置され、運賃収受を行う。かつては上りホームの三軒茶屋より入り口に売店が営業していた。 当駅だけの乗車人員は公表されていない。世田谷線全線での乗車人員は、東急世田谷線利用状況を参照のこと。若林踏切の道路信号置辺たり駅の3軒、茶屋方至近距離にある踏切で、東急側では、西大市道5号踏切と称する。奈良通りを横切る、唯一の踏切である。一般的な鉄道の踏切と違って、 遮断機はなく、信号機によって、交通を制御している。また、電車が接近してもすぐに、道路の車の通行を遮らず、電車が踏切手前で停止するようになっている。軌道回路上に設置されたゾーンに列車が侵入すると、間7通りの道路信号にその情報が伝達され、自動車信号が青から赤に変わる。車の通行が停止し、歩行者用の信号が青になると、 起動信号が進行源時となり、歩行者と並行して電車も進行する。一定時間以上ゾーン内においてトラブル等で停車した場合は、渋滞防止の検知から間7通りの自動車信号が赤点滅に切り替わる仕組みになっており、赤点滅を解除するには警察に通報し、復帰作業を行う必要がある。かつては遮断機のある一般的な踏切であったが、 モータリゼーションによる、管7通りの交通量増大に見合わなくなったために、1966年に、現在の形式に変更された。路面電車風ではあるが、全線専用軌道である、世田谷線の路面電車らしい運行上の特徴を、最も表しているのが、この踏切の形態と優先順などの運用状態である。1972年における、 東急の立体交差化計画予想では、東急池上線、戸越市銀座駅旗の台駅間に地下か、東急東横線玉川園前駅から、新丸子駅間に高架化とともに、若林踏切を含む世田谷線にした石戸駅、若林駅間も、立体交差化候補に挙げられていた。ありがとうございます。